今に報告せなあかんことあって、参留します。4月から今にいるよ、うん、参留。そのて俺のだって2個下の友達がお前と同級生になったけど消えたみたいなのに、そのさらにもう1個下におめでとう、ありがとうございます。何流したら方向、6、あの後期に上がってリセットされたから、後期が4年あるから今やっとじゃあもっこり折り返し、もっこり折り返し、これですね、もっこり頑張ってください。ついに今井に並んだお前はそう3が多分俺らの世代はやっぱエース、三流したらエースやから、ついに追いついた今井に、俺と今井ともう今でも超える以上になったんやろ、そうね、だから三流できひんから、そうそう今1位、一郎してるんやっけ、二郎やっけ、一郎4ダブ俺の勝ちやんじゃん、今俺に負けてんの、ついに今井を超えた長くかかった、うん、頑張った、コツコツ積み重ねた、一番なだれ、どうしようもない男、地味、一番なだれ地味、地味、俺と地味なん、一番地味やから、どうしたらいい、4月から俺がもし方向を免れてた場合の、うん、俺のコツ聞いてもらえる、どういう意味、方向を免れてた場合、何のコツ、方向を免れるコツ、ほんまは免れてないからなるほど、免れた今井やったとしてもし留年したくなかったらこうしたらいいよってアドバイスがあると、ほんまはできんかったけど、うん、なに、鉛筆を使え、初心に戻れ小学生の時一生懸命勉強してたやろ、シャーペンやボールペン言うてなんか鉛筆くるとかもあかんから、あそれに戻れば、その昔の勉強好きやった時の気持ちを思い出して進級できるでっていう、 2B のバトエンでもいいわ、バトエンな、 2B のバトエン、あんまイメージないけどな、 2B かバトエン使ってください、 2B かバトエン頑張ってください、ありがとうございます急で申し訳ないんやけど、うん、三流しますおー、はい、まあ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 、うん、想定内か、しそうやった、うん、なんか勉強してる気配はあんまなかったからうん、なんかしそうなやつがしたっていう、うん、しちゃった、うん、まあまあまあ、うん、しゃあないんちゃう、まあ別に卒業はできると思うし、そうね、あと何流できるの、あと二流できるのかな、あそんなできんの、じゃあまああと二流しよう、え全然全然珍しい、いやその大学生長い方が楽しいやろうし、まあ今はすごい幸せやけど、うん、東大生っていうブランドがね、長ければ長いほどまあいいとも取れるし、まあ来週的にもまあいい、うん、まあ、ベテランチャンネルもね、そうやな、いいか、うん、だから来週を長く続けられるその延命措置というか、まあ医者になっちゃったらな、ちょっとできんくなるかも、うん、嬉しいけどな俺は、嬉しい、喜んでくれた、うん、よかった留年して、うん、そうね、だからお前がもしその医者になれへんくても、うん、一緒に仕事していけたらええなと思うし、やった、うん、ありがとう初めてや、そんなん言ってくれたいやいやいや、結構いろんな人に報告してきたけど、うん、ありがとう、怒られた、いっぱいいっぱい怒られたあ、初めて怒らんかった、うん、まあな、うん、一緒にやってるからな、来年は頑張る、じゃあほんまに思ってる、うん、ちょっと、とはどうしたんですか、突然報告せなあかんことあんねんけど、ええ三流しますえ三流、うん、三おお、そうなんや、一郎三流、理科三類、うん、理科三流、理科三流理科三流あ、そう、うん、しちゃった。しちゃった。もう、うん、もう無理なんですよね。もう決まり。あ、そっか。単位、ちょっとしか取ってない。ちょっとしか取ってないの？うん、ちょっと。動画で後々報告するけど、ほんま。ちょっと。スズメの涙。去年1年。3か。うん、3。え、ちょっと、今、大学何年？4年。大学は、7年目の4年生。7年目の4年生？うん。演技ええな、7。7はな。で、4は幸せの詩やしな。何でもええやん。そうなんや。そうなんすよ。7年か。うん。それ、休学とかゼロですよね。休学ゼロ。じゃあ7年分学費は払った。うわ、苦しんでるし、7年分。いやきつ俺やったら嫌やな。いや、僕も嫌ですよ。うん。俺やったら耐えられへんかもな。僕も耐えれてはないですよ。潰れるわ、ほんま。潰れそう。潰れそう。うん。悔しいとかあるんですか？正直。
や悔しいとかもないかも。今年はもうほんまに6月ぐらいに、あ絶対無理や、あでも気づいた。東大が悪いわ。あほんまに、うん、でもトアはさ、うん、同じように来週やってるけどさ、うん、乗り越えたやん。まあキャパがちゃうからええ僕とあなたでは。いやビリヤニ楽しみやな、まあ、初めて知りましたしね僕はビリヤニ。あのしがない数学とに言わなあかんことあってさ、はい、留年してしまいました。まあ薄々ね、まあ、でしょうねっていう3です。まあはい、高校はまだまだ大丈夫、あと2回留年できる、あと2期残ってる。マリオっぽく言うと卒業する気あるんですか。一応なんですけど。ある、それは。あのなんか YouTube のなんかパワーワードとして離散を保持しときたいみたいな、そういうのないですか。いやそういう話もあんねんけど。そういう話もあるよ。それやったら、うん、もっと後半で留年する。確かまだ4やから。HP ここで使わないともったいなすぎる。そう5、6で留年するそれやったら。まあでも登録者増えれば、まあ帳消しにできるみたいな。登録者もう10万増やせば、まあプラマイゼロと帳消しかなみたいな。あー OK。あーじゃあそれ目標にして、今15やから25になれば次の竜までには絶対に10万伸ばしていく。なるほど、一竜あたり10万伸ばしていくっていう。ゲームオーバーになって頑張ります。どうしたの夏美にさ、顔拭いてもいいですか。あんまり顔拭いてるとこ取られるのか。大丈夫なの。大丈夫です。ちょ夏美に言わなあかんことあって。はい、三流します。二流の時も聞きましたよ僕は。、うん、ピザを食べながら、うん、言うと何がダメだったんですか。テストですか。テスト悲しいです。あの五感が悪くなるというベタな意見を僕も当然持っていたんで、うん、あ一浪二流理科三流が消えるのが寂しい。そうですね。どうやって綺麗な語呂に落とし込んでいくかが今後の課題かなとお察しします。夏美は大丈夫なんすか。いや僕はなんか方向基準を最近知ったんですよ。うん、都立大のね。はい、そのこのまま行くと確定留年じゃなくても明らかに成績が悪い人に送られてくる書類が親のところに届いて、え退学危機かもしれんぞって来て。成績悪すぎるやつに届く書類っていうのがあの都立大には。そう、1年生20単位以下やと届くんですけど1年間で20単位以下やったん。はい、届いたんや。えでも2年生フルターンしたらなんちゃんと60超えて2から3に上がれる可能性はあるのにも関わらずそういうことをしてくれた都立大はほんまなんなんやんっていう感じ で別にお前が都立大にムカつきにないやろ。いやまあそりゃそうですけどまだ大丈夫ではあります。ただ都立大は僕のことやばいと思ってます。いややばいよ、だって1年行って20単位しかないんやろ。まあでも希望あのちゃんと根拠があって2年生は飛躍的に所得単位数を伸ばせると思います。じゃあ勝負やな、どっちが先卒業できるか。確かにちょうどいい感じの、うん、あと何年ですか。あと最低3年。最低ですね。僕もあと最低3年なんで。おう、頑張ろう。ちょっと人生が楽しくなってきましたね。頑張りましょう。うどん美味しかったね。美味しかった。最高やったな。並びがいあるな、やっぱ丸かのうどん。いや、うますぎ。なんか、ツルツルすぎて、なんか、そのまま通過してうんちなっちゃうんちゃうかなって思った。あ、すり抜けて、摩擦ゼロというか。そう。それぐらいスンって入ってた。ごめん、ちょっと。楽しそうなとこちょっと悪いねんけどさ、ちょっと言わなあかんことあって。うんうん、え、なに。ちょっと俺また留年してもうて4月からもっかい4年になることになってもうた。また、うん、ごめん、2年前も怒られたのに申し訳ないけど。ああそうかそうか、あだからあ今日その話もしよう。ああなるほどね。なんて言ってあげたらいいかな。え、なんでそれは留年しちゃったの。まあ留年、そうね、まあやることいろいろあってっていう感じかな。やっぱ同じこと言ってるよお前前と。
まあそうね、やっぱ YouTube の方が今しかできひんかなっていうのがやっぱ。それも前聞いたし、うん、何やってんのお前。前も俺言うたけど、何かをやってたことが何かをできなかったの理由にはならへんねんし、またお前自分の期待裏切って。いやなんか YouTube 見てる人もがっかりすると思うね、正直。そろそろ。そうやんな。いやまあもういいか、うん、いやまあいいんちゃう、もううん、いいんちゃうかな、それで。いや別に俺から言うことないわ。ほんまにキレてる時のやつや。もうちゃうちゃうちゃう、ほんまにキレてる時のもう見放してますよのやつや。ああ。まあなんか何をヘラヘラしてるのか分からんけど。いやでもお前がそれでさ今楽しいんやったらさ、いいんちゃうか。いやなんか羨ましいわ、俺こうやって今働いてさ。うん、いやなんかそれでニコニコしてるお前ええと思うよ。ええと思う。うん、一番厳しい。いやなんか怒ってる。いやまあなあ、うーん、まあ、まあ怒ってくれる人を大事にしたら。俺はでももうそれじゃないっていうだけかな。俺はもうそれじゃない。見放された。親とかさ言った、うん、前も聞いたけど言った。あ言った、うん、あなんて言ってた。なんか察してた、せやんなみたいな。あじゃあ親もこっち側だ。まあだからあのお前からしたら同じことを繰り返してるだけかもしれんけど、うん、周りの受け方止め方ってのは変わってきてるよな今の俺も親も。まあなんかそれだけは、それだけは気づいてほしい。うん、それだけかな、別に言うことないわ特に。いやでもいいんちゃうかな、いいと思う。うん、うどん美味しかったよ。こんわ美味しかった、うん、また食べてくれる。うん、あの呼んでよいつでも。いつでも呼んで、それは。あ、ありがとう。うん、いいんちゃう。また、うん、頑張る、これからは頑張る。いやでもまあ俺お前のこと好きやね。一線引かれた。いつでも呼んでよ、ありがとう、うん、体だけな、体だけ気をつけてもらって体だけ。